おだえりのここだけの話。お、夏ですね、はい、夏ですねっていうところでですね、はい、視聴者も聞きたいだろう、はい、夏の思い出をちょっとおだえりちゃんに聞こうかなと思ってます、はい、分かりました。夏の思い出ですか、はい、私はじゃあ高校生の時の思い出なんですけど、はい、夏の私軽音楽部だったんですけど、そうなんだ。そうなんです。すみません、何も知らなかった。軽音楽部でなんか学校その日部活終わった後に友達と一緒に横浜の花火大会に行ったんですよ、はいはい、そうで横浜花火大会が有名だから、うん、部活帰りに友達と一緒に花火見て、でその後になんか横浜にコスモワールドっていう遊園地があるんですけれども、うんうん、ジェットコースターとかなんかいろんなアトラクションに乗ってすごい夏を過ごしたっていう、どうですか、え、青春じゃないですか。いや青春です、青春です、めちゃめちゃ青春じゃないですか。もう AKB だったんですよ、しかもその時は。そうなんだ。そうでも友達と学校帰りに花火大会行って、うん、遊園地行ってみたいな、そういう青春を普通に過ごせたことが嬉しくて。なるほどなるほど、そうかそうか、思い出でした。ちなみに何やってたんですか、そのバンドみたいな。バンドではギターボーカルしてました。3ピース。3ピースで、はい、チャットモンチーとか、はい、好きでモンパチとか。あ、まあ、そうか、バンド3ピースだし、はい、557188、はいはいはい、とかやってました。和田さんはどうですか、夏の思い出は。僕の夏の思い出ですね、まあ、やっぱそれこそそういうね、うん、みんなでこう旅行したり、うん、っていうのがやっぱ思い浮かぶんですけど、熱海のそれこそ花火大会を見に行くついでに、熱海の花火大会って今ちょっと分かんないんですけど、海岸の目の前から花火が上がるんですよ。おー、すごい。だから海でも楽しんで、うん、そのまま花火大会回って、うん、で花火を、見終わって、すぐ近くの、旅館に泊まって、はい、次の日また海を楽しんで帰るって、あの予定で行ったんですけど、うん、ちょっとはしゃぎすぎちゃって、はい、飲みすぎちゃって出た出た、海気づいたら寝てて、起きたら最後の花火が上がってたっていう、そういう思い出がありますね。バーンっつって、あれあれっつったら、いやもう終わりだ花火みたいなので、もうみんな撤収みたいな感じで、すごい。それが和田さんの夏の思い出ですか。そうでですね、いい夏の思い出ですね。すごい、はい、反面教師にしたいと思います。そうですよね、はい、反面教師に、はい、お酒ほどほどに、はい、ほどほどに皆さん気をつけてください、はい、気をつけてください、はい、ということで皆さん今年いい夏の思い出ができますように。それでは本編へどうぞ。どうぞ。皆さんのファッションのお悩みにお答えするイメチェン48、今週も始まりました。イエーイ、お願いします。はい、はい、前回は皆さんのコメントやお悩みに答える回だったんですけれども、皆さん今週もそんな感じでやっていきたいと思います。そんな感じでいきましょう。はい、はい、そんな感じで、はい、ということで、はい、おかげさまでたくさんツイート来ているんですけれども、その前にちょっとゲストを紹介させていただきます、はい、前回に引き続き下口ひななさんと、ふぐわぁ、ごめんなさい、ちょっと焦っちゃった。いいよ、ぐわ、ごめんなさい、大好きなんですけどね。はい、じゃあ前回に引き続き下口ひななさんと福岡せいなさんです。よろしくお願いします。また全然予想が新たに、はい、変わりました、変わりました。じゃあ説明させていただきますね、早速。カラー T シャツにリネンパンツを合わせて涼しげに、ネックレスやミュールで子供っぽさを回避というコーデでーす。すごい似合ってるよ。子供っぽさ回避ですからね。大人っぽくですから、大人っぽくですから。私、7月に20歳の誕生日迎えるんです。おめでとうございます。20歳先取りです。若い。7月19日に誕生日で。この放送は？この放送…お、あ、待って、じゃあもう20歳だ。これが流れた時が20歳になってるということで、20歳だからもう先取りして、すごい成人式、でもすごい似合ってる、うん、まあ、身長が高いからね、すごいパンツスタイルはもちろんのこと、うん、色味だったり形だったりすごい似合ってます、うん、そうですね、私に個人的にお気に入りポイントはこの靴なんですけど、まあ、そう、私足がすごく大きくて 25.5 センチなんですよ。これ
バッチリ入ってて、あそこもまた、まあ、そういうの大事ですよね、サイズ悩みの人はなかなか見つからないじゃないですか、うん、サイズ大きいと女子だと、うん、クッション性が高くて、うん、すごい歩きやすいです。これもナノの商品、そうですね、はい、いいですね、買い取っていいですか、買い取っていや和田さんがプレゼントして、そうです、嬉しい、何でもあげようと思って、あとこのズボンもすごい足長効果、うん、いやめちゃめちゃ足長効果、うん、ものすごいスタイルよく見えます、うん、あとねなんか絶妙なカラーがいいですよね、本当ですね、かわいい、できる女感出てるよ、いや本当の胸元のねこのネックレスト、大人ですよ、大人、大人だ、見せ方下手なんか袖の形もかわいい、かわいい、シュッ、二の腕が若干隠れる感じなんで、うん、二の腕って感じじゃない、うんうん、私のカバーされてる感がすごい嬉しいです、うんうん、完璧になりました、似合ってます、ありがとうございます、完璧です。じゃあ続いてせいちゃん、はい、センスですねアイドルだな。じゃあせいちゃんのコーデはですね、定番の白 T はラグランで少しデザイン性をプラスしてスポーティーになりすぎないようにドットスカートやイヤリングで女性らしくというコーデです。かわいい、イヤリング素敵だね、うん、かわいい、ちょっとねあのこれで、そうですね、マスクで残念ですけど、それが邪魔ですけど、うん、こういうカジュアルな白 T にああいうちょっとフェミニンなアクセサリーっていいですね、うん、いいですよね、うん、やっぱりあのドレスアップじゃないですけど、うん、あの本当の大人っぽく可愛らしくなってますね、うんうん、なんかせいちゃんの知的さがすごく出てる、はい、コーディネート、結構普段着でこういう格好多いので、あ、そうなんだ、そのままって感じで嬉しいです。でもすごいシンプルに見えるんですけど、スカートはすっごい可愛くてこうヒラヒラってする、ね、でもウエスト、その辺はちょっとシュッとしてるもんね、なんかここにタックが入ってて、ね、こう広がっていて、ね、裾だけがふわってなってる、そうなんですよ、すごい可愛 い、 い、 い、ね、動きがね、出て可愛いですね、はい、あとサンダルもちょっと PVC ですか、ちょっと透け感があって、あ、そうなんだ、すごい可愛いんですよ、見えない、本当に見えない本当に似合いますね、うん、まあ、普段通りっていうことだけあって普段通り、白 T が似合いますね、せいちゃんは、うん、これは持って帰りたい、じゃあ、はい、じゃあ和田さんが、まあ、着て帰ってください、大丈夫です、着て帰ってください、いいですねありがとうございます、はい、私行きます、お参りもまためちゃめちゃ可愛い、私はワンピースにパンツを合わせてみました。そしてウエストマークがここに来るので、ちょっとスタイルアップもスタイルアップ効果も狙ったコーデになっています。イエーイ、ワンピースにパンツ合わせるのはね今年トレンドですから、ね、本当におしゃれ上級者だから足も指も同じ色にそうなんですよ、服とネイルが同じ色で、はい、嬉しいです、上級者やな、おーいやー上級者、当時上級者じゃない超素人っすね、上級者やん、はい、じゃあということで、じゃあいいですかね、はい、早いんだよな、すぐはけたがるんだよな、ちょっとシャイなんで、はい、じゃあいいですか、早速タイトルコールに行きたいと思います。何でも聞いちゃって、皆さんのファッションのお悩みにAKB48 が答えますスペシャル後編です、どうぞ。前回に引き続き皆さんのファッションのお悩みに答えていきたいと思います、イエーイ。じゃあでは早速お便り紹介していきたいと思います。中堅さんからいただきました。服のスタイルであったり顔の形状に合う帽子の選び方が知りたいです。理想は小田さんみたいにバケットハットをかぶりこなしたいですといただきました。嬉しい、似合ってたからね、憧れの的、前のなんかフェスコーデでバケットハットかぶったんですけど、うん、めっちゃなんか好評で、うん、すごい嬉しかったです、うん、みんなに似合ってるよって言われて、あとなんか新鮮だったのかもね、うん、かぶってるイメージないから、うん、今年あのトレンドだしね、流行ってますね、メンバーでも最近みんな黒のバケットハットみたいな感じで流行ってます、流行ってる、帽子ってね難しいですよね、顔の形に合わせたりとか、確かにね、いろんな形、なんかかぶりたい帽子とかないの、あのちょっとつばが広めな帽子をいつかちょっと女優帽みたいな感じでかぶってみたい、せいちゃんは私ね帽子めっちゃ似合う人だと、本当ですか、小顔だし顔の形すごい綺麗だから、何でも似合う人だよ、ね、やった、まあ、あのバケットアートはそれこそ、うん、もういろんな人に似合うと思うんですよ、似合わない人あんまりいないぐらいの、でもおどちゃんはねすっごい抜群に似合ったと思うんですけど、あの丸顔の人とかは
あのベレー帽とかニットキャップとか、そういうのだと丸い部分があの強調されず見えたりとか、あとは大物な人は逆に横幅がある、つばが広いもの、そういうのだと似合ったりとかするんで、バランスですよね。まあ、確かに、まあ、全体のバランスも含めて自分の顔のバランスと帽子のバランスがっていうのが見え方としては、うんうん、だから私も衣装で帽子とかかぶせるメンバーとか結構顔の形と か, おーそうか、なんか AKB のメンバーってみんなベレー帽かぶりたくなるんですよ。いやかぶりたい、憧れ、憧れですね。そうなんですね、うん、帽子かぶってたらもう期待されてるのかな。ありますね、ちょっとありますね。そんなことはないらしいですよ。あ、ないです間違ったら目立つかな。せいちゃんに帽子かぶせがちだと思う。あ、そうです、嬉しいです。イメージあります。ベレー帽とか、そう、まあ期待はしてますけど。じゃあそういうことになるのかな。そう、そうです、そうですかね。そのベレー帽とかもやっぱりあのかぶせたりとか、うん、あのハットかぶせたりするときにやっぱ顔の形、うん、輪郭だったりとか、うん、その骨格結構見て決めます。いろいろ試してみて多分それで自分も知って、まあ、もしあれだったらそういう、ね、スタッフの方だったりとか、うんうん、もしかしたらもうナノじゃなくても帽子屋さんの、ね、専門で売られてる方のアドバイスとかいただいて自分がどういう形がやっぱ似合うんだっていうのを参考にするのはいいかなと思いますよね、うん、はい。まあ、そういう意味ではバケットハットって入り口としてはいいかなっていう。結構似合うけど、和田さん被ったりとかしません？いや僕はね、これ絶対サイズが似合わないんですよ。アシスタントいるんで、阿部さんちょっと来て。ちなみにうちの広報です。おしゃれカンパニーの広報です。おしゃれなね。おしゃれだね。いつもだね。デビュー来て。いやでも今日のかっこいいんじゃないですか。うん、めちゃめちゃ、ね、うん。阿部ちゃんもちょっと重長だもんね。ちょっとだけね。だけどバケットハット多分大体の人に似合うと思うんだよね。よかったね、カットされないことね。使われます、使われます、はい、いい例できました、はい、じゃあありがとうございます。ありがとうございます。前回同様、ちょっとひなながありますか。じゃあここのまとめは、試しにバケットハットをかぶってみよう。おー、イエーイ。では続いてのお便りはこちらです。マックブリリさんからいただきました。短パンって子供っぽく見られがちですが、大人っぽく着こなすにはどうしたらいいか教えてほしいです。お、はい、どうですか短パンって、ね、短パンなんか小学生が履いてるよ。そこまで行く。時代によってね、この丈とかね、なんか大きさとかまた難しいかもしれないですね。確かに男性も女性ももっと難しいもんね。難しい、履いたことないし、なかなかチャレンジできる。いや、そうなんですね。せいちゃんが履いた、そうですね、あの丈、このくらいはね、で、なんかあれがすごい形綺麗で履きやすい、ああいう感じだと女性は取り入れやすいよね。前回同様にちょっとあのうちのスタッフの着こなしをちょっと、3つまたピックしてきたのでお見せしますね。1つ目がこちらですね。まあ、これも同系色、さっきをあの前回言ってたように、まあ同系色でまとめてるんだけどつまんなくならないようにちょっとボーダーで、ちょっとまあアパレルあるあるですね、ここに肩にかけちゃう。おしゃれ、これはまあアパレルありがちなね、あの昔のディレクタースタイル、はい。まあ、これもショーツで、まあ、そういったものとのでまとめてます。でこれもセットアップですかね、もうブルーの、確かにこれ今年っぽいですね。で色味のトーンをちょっと変えて、まあ、ネイビーネイビーだけど、まあ、明るいブルー、バケットハットと、バケット出てきてます。この人はすごいトレンド満載ですね。すごい集めて取り入れた、ね。まあ、やっぱファッションのね、まあ、最前線にいる人間なので、まあ、これぐらいやってもらわないとって感じですけど、もうやっぱこういった形で、まあ、まとめていると。でもう一つがですね、某モデル P さんですね。めちゃくちゃ笑ってますね。某モデル P さん、いいやつです。お、時計同じやつつけてるのこれ。彼もやっぱこうあんまりうるさくならないように、はい、あのコーディネートをまとめていて、まあ、彼の場合はもう顔だけでおしゃれだからな。すごい、まあ、確かにやっぱ大人っぽいですよね。大人っぽい、確かに。まあ、どうですか、この3つだったらどれがいい、難
しい。1、2、3。1、2、3。あ、でも、一緒にデートしたいのはこの真ん中の方。あ、真ん中。あ、海辺とかに行きたいなって気持ち。あ、私1かな。1。え、私も1です。え、よいしょ。ちょっと可愛い、なんか色、うん、なんか可愛い、色味も可愛いし、うん、これが選ばれないちょっと いやいやいや、あ、まあ、そちらも絶対おしゃれってなります、はい、でもこれがいいって意外、なんか僕意外です、なんか可愛い、おしゃれ、これぐらいおしゃれしちゃっていいんだって、一応さっき言ってたよう、ね、にやっぱ彼らも共通しているのはやっぱトトーンを抑えてるとか合わせて、はい、拾ってこう合わすことで、あの落ち着いた印象に見える、ところは共通としてサンダルとも言えるかなって。形ってあるんですか？そうですね、なんかおそらくなんですけど、こうもも見えすぎるとちょっと若いというか、その丈の長さが短すぎると少しカジュアル感が強くなるかなって印象、なんでこのちょうどこの膝よりちょい上、落ち着いたとか大人だったりとかっていうところの印象を出すにはこれぐらいの丈がいいかな、やっぱあと靴大事なんですかね、スリッポン型。そうですね、スリッポン型が多いと思うんで、多分ここで、まあ、この中だと誰もやってないですけど、多分ローファー合わせて、ローファーを合わせて、まあ、例えば、まあ、ジャケット着るとかでもいいんですけど、そうするとよりこうドレスアップという、まあ、これはちょうどいいバランスのところかなと、さっき言われたように、まあ、決まってなくてデートもしやすいようなスタイルの、まあ、3選かなと思いますね。なのでこういうのも、まあ、うち そのアプリとかで、まあ、見られるのでコーディネートで、ぜひ参考にしてもらえればなと思いますね、はい、参考にしてみてください、はい、ぜひ。よかったねこのブルー全部よかった、全部いいですね、全部ね、全部じゃ撮ってひなの最後にまとめると、何ですかね、アプリでコーディネートを見てみよう。では続いてのお便りはこちらです。ピロさんからいただきました。ガラシャツの着こなし方を教えてくださいとのことです。なるほど、あ、でもわかるわ、知りたい、ね、ガラシャツってさ、店頭で売ってる時ってすっごいその柄が好みで買って、割ったいと思うんだけど、着こなしが難しくてあんまり出番がないっていうの結構わかります。タンスに入れっぱにしちゃいますよね、確かに ね、ね、うちのティアモみたいな人間にね、本当は教えてほしいですけど、あら、あの人ちょっと例外かも今日さっきね、あの何もないとこ来ましたけど一瞬、はい、シャツもここまで開いてました ね、せいちゃん結構柄物着てるイメージがちょっとある。あ、柄物結構好きで、それこそ一時期すごいハマって集めてましたね。その代わり上が柄になるからこそ下は無地みたいな。なるほど、ね、上が柄が多かったんですか、 そうですね、その時は。トップス大好きでブラウスとかめっちゃ柄物を集めてます、ね、はい、ちょっと古着っぽい感じっていうか、うんうん、ちょっとアンティークっぽい感じの柄物、うん、大好きですね。なんか上着として使うのもありで、なんかインナーとかはあの無地にして、もうほとんどのものを無地にして、ここだけ柄みたいなのにするのが一番着やすいかな、うん、いやいや、どうしても柄ってこう主張が強いんで、やっぱティアモみたいにあの柄と柄を組み合わせられる相当なあの上級者と、あと相当な多分雰囲気あっての、あの答えの出し方なんで、まあ基本的に今やっぱりそういうなんか何かをシンプルにして柄を入れるっていうのがいいのと、あと一応ちょっとコーディネート簡単に今日言ってたおさらいじゃないんですけど、やっぱこのトーンの色味を拾えっていうところが一番なので、黄色とブルーっていうシャツなので、まあ T シャツ白で、下はこういったベージュのチノパンだったりで、ブルーを拾ってあげてこういうもので押さえる。なるほど、両方にね、ベージュも入ってるからベージュでも合わせ、そうですね、コーンが入ってるからコーンもいけるという。確かにその柄に入ってる色を拾うっていうのはね、すごい柄のうまくコーディネートをまとめるポイントでもありますよね、うん、はい、これでまたね、ズボンが例えばわかんないですけどグリーンとかなんかいろいろなんかやっちゃうと、なんか うるせえ服装してんなって思われると思うんで、うん、そうですね、まあ、もしくはこういう色だったら本当に汗たデニムとかで合わせてもなんかこう夏っぽい感じになるかなって思うので、まさにシンプルで取り入れて色を拾うというところが、こう柄の合わせとしてはあのまず最初にやれることかな。いかがでしょうか。結構激しい柄ですね。結構激しい柄ですね、普通に選ぶと、ね、はい、なんですけど多分そんな違和感なくまとまると思うんで、おしゃれに見えます、はい、すごいブルーのパンツめちゃめちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、いいですよね、いいですね、
せいちゃんなんかあーってなったもんね、はい、すごいときめいた最後のやつ最後ですか最後になっちゃういいまとめしないと、ね、何かなまとめます、はい、シャツの中にある色を拾っていこうよかったと思います、はい、ありがとうございますはい今日もたくさんツイートのお悩みに答えることができましたありがとうございましたよかったよかったよかった、 よかったお実はここで大切なお知らせなんですけれどもイメチェン48今回で最終回になりますドカーン、なんでドイガドイガ突然も突然突然なんですけれどもそうなんですよ、まあ、突然って言っちゃ突然なんですけどお知らせとしては、うん、しでも去年7月からコロナ禍の中で始まった、うんまあうんはい、もともとは本当にあの向井地美音ちゃんの総監督 の部屋からの、うんうんあの話から、和田くんに話が行き、はい、これが始まったんですけど、で、まあ、コラボ商品を、まあ、我々としてはゴールとして、っていうので、まあ、実は進めてて、で1年間あの頑張って続けていきましょうっていう中で、まあ、すごいナノさんからもうご指名でお代理が MC になり、なんかそれこそ AKB のコンサートにナノさんが衣装を提供してくれたりとか、うんまあ、そういうふうに関係値も築けてきた中で、うんまあ、あの一旦こう終わるっていう、うんね、寂しいんですけど、まあ、あの AKB とナノユニバースの関係値っていうのはあの変わらないと思うので、はい、もう困ったことがあったらナノユニバースへあのファンの人も、うん、あのその AKB のファンで一番あのこうアパレルねブランドの中で一番 AKB に優しくしてくれたナノユニバースみたいな、うん、いやそれはいいそうです本当に、ね、これからもう私は、まあ、あの皆さんとお付き合いもしていきたいなと思うし、メンバーもなんかファッションの楽しさをここでなんか知ったメンバーもたくさんいるっていうのを聞いたんで、ちょっとね小田ちゃんもね本当うんねはい、おしゃれになりました本当です本当に私本当なんかこの番組始まる前はファッション本当に全然知らなくてずっと家でもパジャマで過ごしてたんですけどそうなんですけども本当になんかたくさん学ばせていただいてどんどんファンの人にもなんか最近おしゃれになったねとか言われるようになって、まあ、全てはこのイメチェン48様のおかげなので、はい、本当にありがとうございました。はい、本当ありがとうございました。まだまだコラボアイテムも発売なの で、ねうん、イメチェン48のツイッターのアカウントはまだまだ継続するので、ぜひ皆さんファッションについてのお悩みなどがあったらぜひツイート待ってます、はい、待ってます、はい、じゃあということでお二人、はい、本日ありがとうございました。ありがとうございます。実はゲストだった、ね、最後のゲストっていうね最後って言いながらすごく寂しいですけど、うんうんまあ、またここに帰ってきたい。そうですね、第2章があるかもしれない。第2章ここに、ねはい、私もおしゃれになりたい。そう、はい、そうなんです。それで第1章終わりだから、はい、そうだ。おえ秘密に違うかイメチェンしてやはりちょっとお世話になりました。2人でありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。お世話になりました、ありがとうございます。イケメンじゃないですか。どう見たってイケメンでしょ。いやイケメン、はい、じゃあじゃあ和田さんありがとうございます。実はですねちょっと待っててください、ね、あれ和田さんもイメチェン。じゃあということで和田さん、はい、1年間ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、はい、お花とこの今まで出演してきたメンバーのサインやばです。ありがとうございます。ありがとうございます。これナノユニバースさん宛てと、はい、ナノユニバースさん見てください。一番最後ぜひ和田さん宛てがあるんですよ。すごい和田さん宛てにメッセージ。 ありがとうございます。そうなんです。すごい、ね、ほんとさ AKB ってこういうとこ偉いよね。いや私あの、めっちゃ言いますけど仕込んでないですよ私。これはもう本当に、うんあの小田えりちゃんと、うん、いつもついてくれてる、うん、あの鬼塚ちゃんっていう美人、はい、マネージャーがいるんですよ。ちょっと最後出ません。あ出ません、ねね、ちょっと一瞬もうずっと言ってたんですよ。なんかちょっと出てもすったかわいい、かわいい、かわいいが本当に毎回毎回、はい、本当裏で支えてくれた、支えてくれたキャスティングをすぐ先ほどの阿部さんとね、
阿部さんもちょっともう一回出て。いやすごいオールスター。はい、もうこの二人本当影にモーツァルトなどとやり取りしてくれて。本当にねメンバーもなんかその楽しんでやれるようにお兄ちゃんもすごくいろんな環境とかいろいろ作ってくれてる、うん、でこれも2人でね、うんはい、お兄ちゃんがたくさんなんかいろんな写真とか用意してきてくれて、うん、ありがとうございますなんでちょっとねいいところですよ本当に AKB ってこういうところは本当はハートフルで、うん、なかなか生きてる中であんまり引き知ってもらわなくないですか。そうですね本当にいやそうですよ。あれちょっと泣きますか。いやいや頑張りますねちょっと1分目ほどぜひ大事にナムさんにも、はい、ありがとうございます。喜びますこのチームが、はいはい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、こんなハートフルな感じになったところでまたまたいつか皆さんお会いしましょう。ではまたねバイバーイ。バイバーイ。いつもバイバーイ。ナノユニバースよろしくお願いします。ありがとうございました。